Boa. ありがとうございます。トイレのスポン？なあ、ばあさんとこにあんだろ？桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツで。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は
荒川のおやっさん以外と杯川月なんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういや、イチちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。何が若だ、時代劇。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだよ。だから荒川